命だけは。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、貞男の妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。貞男は？わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。
ここへ。もしあなたもアザモ勢のご加勢に。もしあなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。百姓と領主が猛虎と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう。近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから。苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですか。我流の武士ということか。もったいないお言葉です。あれは火事か。あの家から。ん？猛虎だ。ネギを発信だ。注意を発信。
そうなら、猛虎は野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。あの音、野営が見つかった山だ。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。いい子だね。遅かった。救えぬ者もいる。ならば敵を撃つまで。戦の前は心を静めろ。待て。
よ。やりました。腕はあるが、焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続けろ。そういたします。行け。
静かなり。霧の巡りておぼろなり。小春の光糸いたるかも。血を抜け！Hinhalb des Beirats!
явчаж гэхдээ болгоомжтой. Ой, өнөө гэх цаа хат. これからも頼むぞ。走れ、かけ。
足が、早く逃げよう。じきにここは見つかる。もうこれとっちゃ俺らは手負いの鹿か。すべて忌々しい通行証のせいだ。休んだら、お侍。何があった？猛虎と手を組む秋人がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、万兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、秋人の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。秋人の荷車だ。猛虎兵、小屋の男らと戦ったのか。秋人はおらぬか。通行証はないな。猛虎ども。Yeah! Go!
Paşa Yavçop! Koyano otokura ga nerai ka, shirasete yaraneba. こちらへ。通行証を持った秋生を助けてください。実は弟なんです。何だと？通行証を奪おうとしたのも全て亀井のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。脇にそれた。秋生はあの中におるはず。
군수성 차... 어이! 우도 극장 한다! 송태라와 스스틸성! 있어야 한다! 밑에 홀로산... 어이! 우도 극장 한다! 위하 쿨베! 나머는 내게 마탄 하르바츠베! 밑에 루다치베! 은하와 사로와 봐서! 빛방 빛은 그치믄! 빅네코! Los Agnachar, Shidich! 아키 차르반! 어슬롯 아슬라 디르닉! 그때 볼 훔치나 아하두 소모다 민주 대전 송태라와 스티스틸스 밑뱅 빼던 기치 밑 누가 땀을 할지 놈솜태라 소본 호로색 퀴스테 어이 우도 극자 하르다 한온 들 하추 죽일 옷 들 텐바야가요 들 하락다 굴다 아까 도치는 옥터 도전어 텐드완 한온 소모다 손나스보 녹 세림 스테바 아스차다 오코르탄 터네고지 터네골스코이 오토와 이거 극자 하르다 動くな。 ありがとうございます、お侍。 礼などいらぬ。 猛虎に加担しておると聞いたが。 奴らが約束したんです。 物資を運べば家族は見逃すと。 兄は死んだぞ。 お主の通行証を奪おうとしておった。 そんな。 あのバカ。 通りで俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。
また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてことを。どうすればいい。ジン、来たか。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。酒井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるならば。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは。考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで、隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしおって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。
嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。サダオの罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき地だ。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐に囚われた身ではない。あの音楽が懐かしい。なんと、よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに、もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地、ベテンテイウツクゲイウ。いざ勝負。助けて。殺させるものか。血が止まらない。深く切られた。こんなところで死にたくない。血が止まらない。助けて。八郎、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。
だけど兄さんのためにかたくなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ。悪いが兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿、ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると、何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめとものなさけだ。後ほど野営で会おうぞ。